今回もニコラ9月号を買ってきたよ。ねねちゃん、ここにさ、ニコモの夏私服って書いてあるけど、ねねちゃんはいつもどんな服を着てるの？今日はこんな感じで七分袖だけど、ここがね、なんとパカッと開いてるんですよ。開いてるから涼しいし、ここにリボンがついてるからキュートです。ゆなはここのここからここまでがあのね、なんだったっけ、シースルー、それシースルーになってて、夏いつも暑いけど、まあこのシースルーになってたら超涼しいんですよ。寒いくらい、なんかそう、寒いくらい風がね通るけん、ヒューってなんかちょっとだけ日焼け対策、ちょっとだけ。でもここに網網の日焼け網網の日焼けがね嫌やね、で、あと全身 RG コーデにしました。靴も RG で、洋服も RG、 靴下はちょっと違うんですけど許してくださいじゃあ付録を見ていきましょう。ティアラチャンネル付録めっちゃ豪華なんですよね。夏コスメ5000、5点セット、5点ってめっちゃやばくない？ねえ、まあ、じゃあ付録開けていこう。そうだ、気になる気になる。付録でこう、ここだ、ふいふい。リップティント3個、チークリップ1個、ネイル1個です。入って、じゃあパンパカパン、開けよう、開けます。3、2、1、はぁー、かわいい、なんか色鮮やかな。ねえ、じゃあネイルから出します。分かってこんな感じです。お、なんかチューって書いてある、ここに。ここもピンクだからキュートだね。キュートだね。で、今チューのネイル塗ってるんですよ。上からシール貼ったの？うん、めっちゃかわいい。なんか色が明るい系さ、明るい系のテンションね。ね、ピンクだね。おー、チークにも使えるし、リップにも使える、便利だ、ね、便利ね。これ1個だけでチークとリップが直せるけんさ、これ1個持ってっただけでいいね。これとよし、まずレッドはここに蓋のところについて書いてある、結構塗りやすそう、次こっちもピンクって書いて、あ、ピンクチューって書いてある、ピンク、次オレンジ、チューって書いてある、オレンジ、全部2と3兄弟や、しかもなんか細いけんさ便利じゃない？飾っとっても可愛いと思う。飾り何もないけど飾り。じゃあちょっと手に塗ってみます。ここね、見やすいように胸のオレンジ、おお、塗りやすく、音が気持ちいい。おお、発色がいい。ほんとだ、ひなもね、やろう。はい、おお、結構つきやすい、なんかね、こうなんかさ、リップ脱ぎようときってさ、つかんときとかあるけど、そうこれめっちゃ色が濃いけんつくね。じゃあ次、レッドです。おお、レッドはレッドって感じ。うん。大人系やね。こっちですね。下の方です。チーク&リップね。塗ってみよう。見えるかな？なんか見えにくい。見えにくい。薄い。なんか薄い、ここにちょっとついてるんですけど、なんか薄いけん控えめの化粧。控えめの衣装。今回はニコラ9月号を買ってきました。めっちゃなんかこう化粧の道具がとっても入ってて、コンパクトだから使いやすいね。ね、コンパクトだよね、ポーチにも入れられます持って入れられて便利。小さいポーチでもいいよね。今度から使おう使いたいね。
Thank you.